みんな大好きパスワード管理のお時間ってまいりました。パスワードのネタって初めて？あれ初めてだって初めてかなんだ。あれ初めてだよね。多分初めて。もう10回以上やってんのに今までやってないって、満を持して満を持したが意図的に避けてたから、ね、だからねだいぶお腹いっぱいなんだよね、パスワードで。確かに確かに、まあ、パスワードでは結構言ってるから、いろんなニュースがやっぱり最近増えてるじゃないですか。まあでもあえてね、まあ大事な話だから、うん、あそうですね。今回はパスワード管理の話を、うん、ちゃんとしましょうと、ね。まあ、なんかいろいろ事件も起きてますね最近ね。そうですね、うん、あのこの間も1月でしたっけ、あの、ね、同僚のアカウントとかこうパスワードを接続して、うん、勝手に不正にログインして情報を盗み見てて捕まった人もいましたね。ありました。あれもなんか簡単な、ね、結構な数ね、推測して当てたんですよね、パスワードをね、うん、ありましたよね。そうそう、うん、あとあの、ね、毎年あのパスワード管理のツール出してるベンダーさんが、はい、その年のね、うん、こう、まあ、何百万件で毎年漏洩してる情報を見て、はい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 、みんなが使ってる、みんな大好きなパスワードはこれですみたいな ね、 そうですね、まあ、要するにみんなが使ってるからこれはすぐ分かってないからよくないよっていうリストを出してるんだけど、今年も去年に引き続き1位は同じ、うん、まあ、変わらないんですよ、ね、ですよ、うん、1、2、3、4、5、6とか、そうパスワードとか、そうかですよ、ね、うん、なんかね、本当そういうのみんな大好きなんですよね。まあ、大好きっていう か、 違うか、まあ、それを見てね、好きなんじゃないと、それを見て頭を抱えてっていうところですね。ほら結局そのやっぱそういう弱いのつけちゃうって、うん、覚えられないからどうしてもそういうのつけちゃうと思うん で、 で今日はそのじゃあ覚えないでそうどうやって管理したらいいんだって話を、うんうん、で一つ面白いあの、ね、ありましたね、あの Google Japan のブログがですね、サイバーセキュリティ月間あの2月が毎月、うん、あ毎年、そうですね、今月ね、そうなんです、です あれそれに合わせて出したの、あれそう、そう、Google がね、もともとの論文は去年の夏ぐらいのカンファレンスの論文なんだけど、それをこうあの取り上げていただいたんですけども、うん、その中でその、セキュリティの、専門家の方がやっているセキュリティ対策トップ5と、うん、一般の方がやっているセキュリティ対策トップ5が、割とあの対比されてて、ね、全然違うんですよ、ね、あ1位が全然1位も2位も全部違うんですよ、ほぼ全部違うんですよ、で意識が違うんですね。パスワード管理のところが面白くって、ね、そのじゃあパスワード管理何やってますかっていうのに対して、うん、こうね、専門家と非専門家でそのパスワード管理用の特殊な特別な、ね、ツールを使ってるって答えた人が3倍ぐらい違うんですよ、うんうん、専門家は7割以上を使ってるんだけど、はい、非専門家は2割ぐらいとかってねすごく差が出てて、うんうん、そこら辺にこう、ね、パスワード管理にまつわるこう誤解とか、うん、意識の差とかみたいな、うん、こう、はいはい、違うところが出ててっていうのがあるのかなと、そこら辺をね今日、うん、取り上げたいなと、うん、あれですよね、そのセキュリティ、まあ、パスワード管理ツール、パスワードマネージャーと呼ばれるようなツール、うん、まあ、いっぱい出てて、うん、まあ、もちろんそれ使ってくれればあの便利ですよとは言いたいんですけど、まあ、僕らも使ってますしね、なかなかね、そうそうそう、まあ、いろいろあれを普通の人に使ってくださいっていうのはなかなかやっぱハードル高いのかな。そうですね、そのパスワードって、まあ、今日ちょっと全部の話は、ね、取り上げられないんだけども、そうですね、あの、まあ、ベースとしてね基本的なところとしてパスワードってあのまあ、自分だけは知っていて、うん、人には推測されないような、うん、できれば長くてとか、うん、できればこう、ね、複雑なランダムな指針はいろんなところから出てきて、強いものをつけましょう、ちょっとここでは深入りしないけど、うん、強いものをつけましょうっていう話と、うん、もう一個は同じパスワードをいろんなところで使わないようにしましょう、同じのをね、でこれはどっか一個で漏れちゃうと他がみんな一網打尽になっちゃうので、うんうん、っていう、まあ、この2つはすごく基本だと思うんですよ、はい、でもその覚えるパスワードが1個とかだったらまあみんな頑張って難しいものをつけると思うんだけど、十、うんうん、まあ、数桁とか、ね、今ね普通どんな人でも10個や20個は僕らなんか多分もっといっぱい使う、ね、うん、僕大好きだからさ、いっぱい300弱ぐらいですね、300もあるの、まあ、ウェブサービスが出てきた瞬間に取るみたいなね、でも僕も100以上はありますね、うん、それだけあるともう無理です、頭で覚える、無理です無理です、無理ですよね、諦めてますからもう、だからさっき言ったね、そのね、この簡単じゃないパスワードを使い回さないでって言われた瞬間に、うん、じゃあ10個や20個複雑なパスワードを全部つけるって考えたらもう覚えるの無理なんですよ、無理です、うん、そうするとじゃあ覚えないでどう管理するかっていうところに議論が移るわけですよ ね、 そうですね、まあ、どうつけるかって話はちょっと置いといて、うん、でどう管理するかって話になると、まあ、多分いろいろあると思うんですよ、やり方はね、うん、やり方が、で例えばそのこうよくみんなが多分使っている一般的な方法として、うんうん、まあ、4つぐらいあるかなと思ってて、うんうん、まあ、一つは今言ってたパスワード管理の専用のツールを使いましょうっていう話ね、うんうん、
まあ、これ結構専門家の人は使ってますねって話と、あとまあブラウザーとか、普段よく使っているものにパスワードを覚えさせる機能とか、パスワードランダムのものを生成する機能っていうのがあるので、まあ、これを使いましょうっていう話と、あと、ファイル、例えば Excel のファイルとか、テキストのファイルにパスワードを書いておいて、まあ、例えばそれを暗号化するとかって、パスワードかけとくんですね、それにね。安全に保管しておいて、必要な時はそれを見てパスワードを入力しましょう。じゃあ1個だけはパスワードを覚えるっていうことですね。そんな感じですね。それ開くためのね。うん、そうそうそう。まあパスワード管理ツールもそういう意味では1個だけマスターのパスワードを覚えておいてとか。パスワードは同じですよね。ブラウザーに覚えさせるっていうのもまあ基本ね、その1個だけマスターのパスワードを覚えておくって、大体みんな発想同じなんですね。こういう話。で、もう1個最後に、紙に書く、手帳とか、メモとかね、まあ、いろいろ形は違うと思うんですけども。紙に書いて大事にそれを保管しておいてって、まあ、大体この4つじゃないかなと思うんですけど、他にありますかね、まあ、こんなもんですかね、そうですね、それぐらいじゃないですかね。で、この中ではなんかちょっと異質な光を放ってるのが多分紙、でも見てる皆さんも、もしかしたらカビっていうふうに思われたかもしれませんけども、でちょっとね、なんかそう誤解されてるところもある気がするんで、今日はそこを少し掘り下げてやってみようかなと。紙に書くってどうですか。そうですね、書いてます紙に。紙には、ね、書いてない。まあ、それで パスワードマネージャー使っちゃってるんで。あ、今はね、うん、で使ってない頃どうしてました。使ってない頃は、はい、テキストファイルに書いてましたよ。で、まあ、パスワードつけて。パスワードもつけてなかったかもしれない。あ、紙にも書いてましたよ。僕も書いてましたよ、うん、手帳で花火離さず持ってました、ね、はい、うん、でうちの家族どうしてるのかなっていうことを考えると、はい、やっぱりブラウザに覚えさせるのがもうそれで充足してるんですよね。覚えてるからいいや。で問題になるのはPC 買い替えた時とか。お、うん、で 今でこそパスワードも含めて、まあ、Google の Chrome なんかは同期できるのがいいんですけども、ログインするよね。そうなんですよね。ただ今までってパスワードはエキスポートしてインポートすればできるっちゃできるんですけども、普通に何も考えなければ、そう、それが分かんなくなるから、すぐ会社でもそうでしたよね。うん、新しい PC が来ました、はいはい。ブラウザ新しくなりました。パスワード全部分かんねえよっていう、上司の方結構いましたよね。なんかそこもちょっと多いのかなと思うんですけど、紙はやっぱり印象として紙でやるのみたいな、なんかこうにやけ笑いが出てきちゃうっていうのは。なんとなく分からなくはないですね、うん、でも今いいポイントをついたと思うんだけど、その、パスワードの管理する、まあ、いろいろ手段はあるんだけど、電子的とか紙とかいっぱいあるんだけど、その安全に保管できるっていうことと、多分持ち運べるっていう、あそこそうですよね、環境が変わっても使えるかっていうのは大事なポイントですよね、うん、だそれ考えるとね、紙って、まあ、いろいろその今ね、紙に書くのみたいな、あるけど、まあ、多分ね、その僕らも今ツール使ってるけど、それ使う前は紙で管理とかしていたし、まあ、悪くない選択だと思うんですよね。まあ、ただそのいくつか、ね、工夫がいるんじゃないかなっていうか、まあ、その紙に書くことのメリット、デメリットってもちろん、さっき言ったね、持ち運べるっていうメリットあるけれども、まあ、そのまま見られたら困るよねとかっていうのもあると思うんだと、ね、誰でも見るようなところにね、こう紙、パスワードを入って置いといたら、頭持ち歩くってことはなくすっていうリスクがあるじゃないですか。だからそういったものに対してどう対処するかっていう、まあ、単に書くだけっていうんじゃなくて、どう工夫するかっていうところが肝なのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、紙って言ってますけども、まあ、肌身肌さず持っている手帳ですとか、まあ、そういうものをイメージしていただくと非常にいいんじゃないかなと、あと財布に入れるとか、そうですね、結構海外の人とかね、そういうとこにパスワードの、ね、大事なメモをしまっているとかってよくいますよ、うちは身近な人間がまさに紙に書くっていう対策を今もしてます。なんかこれ工夫してます。うちの、まあ、母がやってる、お母とおばが保管セキュリティ、保管得意の得意の大きいですね。保管でもできるセキュリティ、いやでもねすごく大事なんだよね、そういうのってね。そのさっきのその Google のね、研究の話じゃないけど、専門家にはできるけど、非専門家にはできないっていう対策、ダメなんですよ。おっしゃる通り、ダメなんですよ、その対策。専門家だけっていうのはね、全然対策じゃないんですよね。そうそう、いいものだったら専門家でない人にも使ってもらえるような努力が必要だし、もし専門家しか使えないんだったらその対策はダメなんですよね、で非専門家でも使えるようないい対策があれば、それは多分、ね、いい対策があいい対策、どんなことをやってるんですか、その保管セキュリティ。うちの母がやってるのは、パスワードを、まあ、まず自分の考えた
まあ、できるだけ複雑で長く、はい、まあ、8桁以上にはしようなとかっていろいろ教えてるんですけど、だ記号を入れられるんだったら記号入れようなとか、数字大文字小文字とかっていうのをできるだけ使うようにしようというふうにして、まずちゃんとしたのを作ると。そうです。一回もずっと使い回しだ弱いだとかってあったので、一緒にパスワードも変えるってことを一緒にやったんですよ。いいですね、いい親子。その時にパスワードを書かせるってことをしたんですけど、全部書くなっていうふうにまず言いましたね。あ、パスワード例えば10桁だったら10桁全部書いちゃダメですよ。そうです、うん、例えば8桁だけ書いておいて、うん、頭と後ろにつける文字は頭で覚える。なるほどね。まあ、何文字目に何を入れるとか、まあ、何でもいいんですけど、そのまま使えないようにしておくっていうことですね。これは例えば盗み見されたとか、あとは持ち出した時に落として誰かに見られたっていうような時のためのすぐに悪用されないための策っていうことなんですよね。その今は辻さんはその、例えば1文字に2文字かけるとか、何でもいいんですけどね。何でもいいんだと思う。その前に何かつけるでも何でもいいんだけど、要するにポイントは全部そのまま書かないってことなんですよね。中にはほら、あのどっか1文字変えとくとかっていうのをやってる人もいるし、ポイントとしてありますね。その何文字も頭の中で決めて、何文字目だけ1文字ずらしとくとかっていうのをこう頭の中で覚えとくっていうふうにやってる人もいる。逆の人も聞いたことありますよ。どういうの？使わない文字が書いてある。あ、そうそう、それも何文字減らすとか余計なことが入ってるでしょ。そう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 、うん、っていうのもあります、ね。で、結局肝はその自分だけが分かるような方法でもね、その限界はあるんですよ。そういうのもこう推測したらこんなないないかみたいなあるんだけど、うん、でもその要はその取られたり盗み見されたりした時にそのまま使えないようにして、その悪用されるリスク、あのハードルを、ね、上げるっていうことは重要で、うん、その方法はいくつかあるんで、うまく自分に合う方法をやればいいと思うんだけど、なかなかいいですね。 そうね、それはこう、はい、実際のアドバイスで、はい、こことこだけ覚えなあかんでみたいな。そうです。好きな文字を、まあ、いくつか決めろとか、そういうふうなことを教えて、うん、まあ、それは何を決めたか僕は知らないんですけど、どこに入れるかも知らないんですけど、うんうんうん、そういう方法をやってると。本人だけが知ってるんですね。やってます。で、あとはなくしたらどうしようっていうことで、困るね。まあ、紙なんで 物理的なものじゃないですか、うん、なのでその、まあ、バックアップとしてコピー、物理的なコピーですよ、はい、をして、まあ、金庫かなんかで保管するみたいな、はい、そうそう、まあ、金庫なのかどこなのか分かんないですけど、まあ、それはもう一個別のところで持ち歩かないようにしなさいというふうな、うん、持ち歩かないものを一個用意しろと。で、持ち歩くものっていう時の話をした時に、まあ、同じように聞いたんですけど、うん、持ち歩く必要ってそもそもあんのかい、なくしたらどうするのっていう人いるんですけど、外で使うパスワードとか出先で使うかってことね、そんなにたくさんあるかなと、ね、例えば会社で使うんですよ。もう会社の自分の、まあ、鍵のかかるところに保存しときゃいいわけで、持ち歩く必要とかにないんですよね。だそれで、まあ、持ち歩く必要があるものだけを持ち歩きなさいねっていうふうに言ってます。ただでも今ってあのスマホとかがもう Facebook だ Twitter とかでもう全部覚えられてるじゃないですか、中で、うんうん、自分で入力することってあんまりもうないですよ、ね、うん、はいはい、なのでも最低限、例えばなんかすぐこれが欲しいと思った時に、例えば Amazon だったら Amazon とか、楽天だったら楽天とかっていうのだけは持ち歩いとこうとかね、あ、最小限にしたらなくした時に、うん、あの全部変えないといけないっていうのを最初にできるじゃないですか、うん、そうかそうか、なので最小限にしましょうねっていう、それ重要ですね、うん、この2つかな、一番よくちゃんとやらせてるっていうのは。で、やっぱりそれをすると、まあ、うちの母でもまあそこそこあったんですよ、数が。10個以上あったんですよ、ね、今だから、ね、その前はそういうサービスの数も少なくて、まあ、覚えられる範囲で何とか収まってたかもしれないけど、はい、今ね、その通販のお母さんみたいに、ごくごく一般のユーザーでも、やっぱ10個や20個、みんなアカウント持ってるんですよ。あると思いますよ、うん、そうそう。だからやっぱりね、そういう管理必要なんですよね。そうだからその Windows アップデートしましょう、アンチウイルスの定義ファイル最新にしましょう、うん、であの Windows、 あと何だっけな、バックアップ担当しましょうですね。おお、あの入ってる、いや、家族の写真とかね、あの、うん、飼ってるペットの写真とかがあるんで、ランサムウェアとかあるからね。そうそう。でこれをやっと覚えたのにパスワード管理ソフトやってみるって一応僕も聞いたけど、はい、もう無理や。ああなるほど。で、紙の方法、さっき言った方法を、まあ、レクチャーしたら、うん、あ、これやったらできる、できるって言ったんで、うん、もちろんパスワード管理ソフトみたいなものを使った方が便利さはあるかもしれないですけど、できないと思ってるものを無理やりやらせて便利さを押し付けるよりは、まあ、自分でもできるっていう方法を工夫してやってもらうのが、うん、あの、ありかなと思いますし、そうね、でもそういうことをやり方次第では紙は全然僕はなしじゃない、うん、そうね、人によってはさっきの宮田さんみたいにブラウザーでっていう人が会う人もいるし、うん、まあ、僕らみたいに管理ツール、うん、まあ、そもそもそういうのを使うのが好きだから、そう、そうすぐ使っちゃいますからね、そう、すぐ使うのが好きだから、そういう人もいるし、ね、あれですよね、その、かなり年代が上の方だとすると逆にこう物理的に存在するっていうのはすごい安心感になるかもしれないですよね、うん、だしその目に見えるものだったらちゃんとこうちゃんと花火離さず自分は持ち歩いて管理できますっていうんだったら
かなり安全ですよ、うん、だと思いますね、うん、それさっき言ったあの工夫ね、うん、そのままじゃないようにするとか、あとあのどこだっけな、IPA とかのね、その文章とか、はいはい、あのパスワード、はい、パスワードの、リスト型攻撃が流行った時かな、うん、とかに使い回しやめましょうねっていうの中で管理の対策、対策管理の対策じゃない、管理こういう方法ね、はい、いいですよって中に、まあ、紙っていうのも入ってたんだけど、そのコーデは言ってたのは、まあ、ID とパスワードできれば分けて、うん、その1個にしないでくださいっていうのがあって、まあそれも一つあるかなと、うん、ID は ID で保存しておく、パスワードはパスワードで保存しておく、うん、まあ、でもね、あのそのまんま書くってのはやっぱり避けた方がいいと僕も思ってて、うん、何かしらこうちょっとひねって保存しておくっていう、うん、そのひねり方だけ覚えておくっていうのが、うん、まあいいんじゃないかなと思いますね。まあ、紙とか手帳に書いて、手帳紙盗まれちゃったりしたら、もうそのままログインできちゃいますまで持ってかれちゃうとちょっと困る。そうそう、だから盗まれた時にそうされないっていうのと、そのなくしてもさっき言ったね、その自分たちが困らないようなバックアップの仕組みとかって、その2つを十分注意すれば、あの管理の方法としては、うんうん、しかも紙であると物理的なものなんで、盗まれたりなくしたりしたら分かりますもんね、はい、そのあたりすごくいい。そうすればもし目の前から消えたんだったら、まあ、最小限にしとくっていうことは前提なんですけど、うん、なくなったってことにもちろん気づくんで、うん、その間あの自分が覚えてる、まあ、2桁なり何桁なりっていうのもあるじゃないですか、工夫が、うん、それはその拾った人に破られないためのハードルですよね、はい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 、その間に家にあるものを使って漏れ落としてしまったやつだけをパスワード変えちゃえばいいだけなんですよね。それこそあの電子的なものだと盗まれてもわからない、まあ、そうですね、電子的なものって盗まれたっていうふうに表現しますが、あれ厳密にはコピーされて持っていかれたので、ね、うん、なくなってるわけじゃないんですよね、うん、電子的な管理にはそれなり の, その物理的な紙とかにはないリスクがやっぱりあるわけで、パスワード管理する僕も使ってるけども、じゃあそれもしね盗まれたデータが漏洩したりとかして、うんうん、本当に安全なのっていうところはね、うん、すごく注意が必要なんですよね、うん、そうですね、まあ、そっちの方、うん、あの私たちもしかしたらあの専門家側の方もあの改めてこういろんなリスクがあるよっていうのを認識しないと安心はできない、うんうん、まあ、全部どんないろんな方法ありますけど、メリットしかないものって多分ないんで、まあ、そうなんですよ、ええ、あのメリット、デメリット、トレードオフがどんなものにもあるからね、うんうん、もしかしたらこうあの見てらっしゃる方も最初こう紙なんて思ってた方が、うん、あれ意外といいかもっていうふうに思っていただければ、まあ、今回、うん、使い方次第だと思います、一番あの、まあ、良くないっていうか、何もしなくて、そうですね、私は全部頭の中で覚える、あ、まあ、ね、覚えられる人はいいけど、多分ね、うん、まあでも無理で、ね、無理でしょ。そうするとやっぱり弱くなっちゃうんで、うんうん、弱くなってしまって、その今回のような被害に遭うとか、情報が漏洩した時にいろいろね不正にアクセスされてっていう被害を、うんうん、まあ、自分自身が受けちゃうってことを考えると、それよりは紙とかファイル、パスワード管理、いろんな方法あるけど、何かしらそういうその外のツールを使って、そうですね、うん、まあ、記憶に頼らず、そうそう、記録しよう、記録して、その記録を管理するっていう、ね、ね、うん、ことをするっていうのと、もう全然その紙の管理でもものすごくそのハードル、うん、攻撃する側からするとハードルが上がって安全になると思いますよね。記憶に頼るっていうのもやめて、ちゃんと、まあ、何かしらの方法で記録、うん、そうそうそう、それが管理ですよね、はい、そうですね、まあ、でも僕自身は記録よりも記憶に残りたいなと思いますけどね。どう？え、雇用割り方？